岡崎が王将の輪なければ、オファーなければ J に変えて代表を目指すって言ってましたが、J で代表になれるほど活躍できますかね。いや、もう数字しかないでしょうね。今のシステム4123でさ、トップ下のポジションないから、で、ウィングも張らせて仕掛けたいでしょ。多分、森保さんのあの感じだと。ってなってくると、プレイヤー的には南野の位置だけど、うん。多分トップとかだから。で今別に得点バカスカ取ってるみたいなトップの選手いないからね。ってなると全然ある、これがあるのがちょっと悲しさもあるけどね。バカスカ取ってくれるようなワードが出てくればいいけど、まあ、そういう国でもないからね。でも岡崎はね、本当に日本のミラーですからね。あとはあれですよね、本当に。全体のデザイン次第によって岡崎が生きるサッカー、生きないサッカー出てきますかね。日本代表の選手は得点力めっちゃ高いみたいなほとんどないけど、たくさんチャンスを生み出す選手はいるから、たくさんチャンスくれるサッカーみたいなのに今やってるのがあれさ。そうだよね。だからね、昔のさ、柳沢の頃も言われた理論でさ、トップが点取れないんなら、トップが点取らせるサッカーやればいいみたいな。それがね、久保とか鎌田のゼロトップで僕は見られると思ってるんですけどね。